ホビージャパンロボ列伝は、どうも、ホビージャパン広報担当の並木でーす。ホビージャパン編集部のザトです。今回は2月25日発売、月刊ホビージャパン4月号で掲載されているスーパーミニプラ、はい、無敵ロボトライダー G7 をご紹介させていただきたいと思います。はい、こちらをじっくり見ながら編集部のザトさんに解説をしていただこうと思います。はい、よろしくお願いします。はい、こちらがトライダー G7 の本体でございます。じゃあまずプロポーションの方からちょっと見ていきましょうかね。はい、今時の、スマートといいますか、こうシュッとしたかっこいいプロポーションに仕上がっているんじゃないかなと思います。そうですよね、だってこれガンダムの後番組ですから、もう40年近く前ですか。そうですね、そのアニメのロボットがなんか本当にスマートですね。シュッとしててかっこいい、非常にこうビシッとしているというか、翼の先端もかなりシャープに成形してあるんで、ああ痛いですね、ちょっとだから非常に引き締まった印象に仕上がってると思います。で、横から見るとこんな感じ、後ろから見るとこんな感じ、はい、足の裏がこんな感じ。お、すごい、ディティールもちゃんとバーニャも成形してあります。で、真上から見るとこんな感じですかね、はい、で、胸の鳥のマークとフェイス、はい、目も含めて全体塗装してありますね、はいはい、おお、本当だ、かっこいいな。デントの時もでしたけど、やっぱり顔と目が塗装してるっていうのは非常にポイント高いんじゃないかなと思います。スーパーミニプラやっぱり作るだけでかっこよく仕上げてくれるっていう、そう、非常にありがたいですよ ね、うん、こことかもね、多分普通に塗るとなったら結構難しいと思うんですよいや実際そうですね、自分で塗装するって考えたら結構困りますね。じゃあちょっと軽く可動の方とかを見ていきましょうかね、はい、まず頭の方はもうボールジョイントでぐる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 回せます、はい、しっかり顎を引くこともできますね。で、肩、あ、すげえ、肩結構、そう、変形の都合もありまして、こう90度しっかり持ち上がります。太めの腕なんですけども、こんな感じですかね、はい、ここにか可動域があって、はい、そう、変形するロボットのメリットってやっぱりこういう可動がなんかついでに広くなるっていう、この感じですよね。そうですね、ダグファイヤーの時もそうでしたけど、相乗効果で可動範囲広がりますからね。で、肘はちゃんと二重関節、おお。で、腕は、まあ、これもボールジョイントで手首も可動しますね。腰はさすがに、あ、すごい、前後に、あれ、お、ちょっとこんな感じ動きます。ちょっとここのところに可動域があるんで、はい、ああ、なるほどなるほど、ちょっと下を見るようなことができますね。そうですね、こう前屈するようなポージングも可能です。で、腰はこんな感じですね、はい、で、次股関節、ここのところが少し開くのかな、上に、はい、これ広がって、まあ、これも変形ギミックの都合ではありますけども、足がしっかりかなり前に出ます。おー、で、膝も二重関節、すごい、あー、膝蹴りがそうですね、足の可動範囲は本当にガンプラに負けてないと思いますね。で、ここもやっぱり変形の都合上でこういう風につま先をぐっと伸ばすことができますね。はあ、すごい、あ、こんな感じでちゃんとハイキック的なこともなんか余裕でできちゃいますね。うん、で、あとここら辺なんかも変形のこういう感じでほぼ設置ちゃんとしてますね。トライダーってやっぱり足ががっしりしてるから自立しやすいですね、やっぱこう。そうですね、変形を楽しみつつこんな感じでポージングなんかも余裕で取れちゃいますね。はい、もう変形ギミックのすごいものとしても楽しめますけども、ちゃんとアクションフィギュアとしても、なんか遜色のない仕上がりになっているということですね。はい、ありがとうございます、はい、じゃあそしたら次は付属品の方を軽くご紹介していきたいと思います。はい、はい、こちらがですね、トライダー G7 の本体に付属する、武器などの付属品ですね、はい、こちらをずらっと並べてみました、はい、では1個ずつ紹介していきたいと思います、はい、まずこちらから、武器になる、トライダーセイバーですね。ちゃんと2本付いてますね、はい、これが結構印象的な逆手持ちの状態にもできるようになってますの でしっかりもう見てもらうと分かるんですけども、刃の部分や束の部分などしっかり塗装してあります。商品状態はこれです。グリップ部分以外も全部塗装してありますよね。あ、グリップだけ成形色なんだ。そうですね、あー、本当だ、すごいギラギラしてる。じゃあ続きまして、ジャベリン、はい、こちらもやっぱりブレード部分がちゃんとシルバーで塗装してあります。これね、はい、これがね、ちゃんとね、そうですね、収納携帯もできます
そうですね、こんな感じで付けられますので、はい、でこれが下の部分ですね、はい、ここもしっかり造形してあります。で続きまして手の部分ですかね、はい、これはあれですか、剣とか、はい、武器持ち用のハンドパーツですね。手のひらに穴が開いてて、ここにピンをはめ込むような形で持たせると、親指を外してもらって、でセイバーなどをここに差し込んで指を戻すと、で指をこうつけるとこんな感じでポージングがしやすい手になりますね。はい、このなんか指の演技とかがすごいかっこいいですね。そうですね、ちなみにこの指の形はちょっと他の付属品に、この後紹介する付属品でも重要になってきますので、ちょっと覚えておいてもらえるといいかもしれません。じゃあ続きまして、これちょっとちっちゃいんで少し分かりづらいかもしれないですけど、差し替えのフェイスパーツですね。顔を下方向に引き抜いてこう差し替えることで、叫び状態の顔パーツに変更できます。必殺技とかこの表情になってますので、その再現に必要なパーツということになりますね。これが、はい、さあこれ何でしょうかね。これ胸のカバーかなんかですか、はい、形的に言うと、あの胸の鳥のマークがない状態。あ、これあの必殺技のバードアタック発動すると、この胸の鳥のマークがこう大きくなって、外れて、エネルギーみたいになって一体化して放つっていう風になりますので、その状態を再現するために何もないブランク状態の胸パーツがついていると。あ、そういうことなんですね。はい、あ、細かー、もうさすがとしか言いようがない。え、これあれですか、担当者さんのこだわりというか、その方の需要ですか、これ。まあでも分かってるなっていう感じはしますよね。細けー、はい、じゃ全然頭なかったですそんなの。はい、じゃあ最後ですね、こちらがちょっとある意味目玉的な、はい、まあ、トライザー G7 の、名前の由来になっている7段変形のうち、3段変形する、頭部パーツですね。これ見比べてほしいんですけど、こっちが今までつけてた頭部で、こっちが変形用の頭部なんですけど、造形的にはほとんどもう遜色ないですよね。そうですね、こっちはプロポーション重視なんで小顔なんですよね。ほんのちょっぴり一回りだけこっちの変形版の方がでかいって感じになってます。はい、でもパッと見変形するっていう風にはちょっと見えないんじゃないでしょうかね。裏を見ると、あ、ギミックが見えますね。はい、ランディングギアがちょっとついてますね。本当だ。じゃあこちらの変形工程の方はこの後のパートの方でお見せしますので、はい、じゃあちょっと一回小顔版と変形版の方でちょっとプロポーション見比べてみましょうか。そうですね、これが、小顔版のプロポーション重視の方ですね。はい、でこちらが、変形版の方のトライダーの顔になります。はい、これ首がちょっとボールじゃなくなってしまうので、首を顎を引くっていうことだけちょっとできないんですけども、そうですね、左右にちょっと動かせるぐらいな感じで、ただプロポーション的には結構逆にアニメのキャラクター感がちょっと強くなったような雰囲気が近いんじゃないでしょうかね。これなんか昔のトライダーっていうイメージですか。うん、そうですね。あ、でもなんか全然悪くない、なんかこんな感じの方が逆にちょっと親しみがあるというかいつものって感じがしますね。もう少なくとも違和感は全くないですよね。あ、全然でも雰囲気変わるんだな、これで。そうですね。はい、じゃあそしたらですね、この頭部の変形を含めて、トライダーのですね、7段変形、これがこの商品の目玉だと思うんですけど、はい、こちらの方を、じっくりと見ていきたいと思います。はい、お願いします。じゃあまず何からします。はい、じゃあまずは、頭部の変形からお見せしていきたいと思います。これがトライダー G7 の状態の頭部圧なんですけども、じゃあまずホークから、トライダーホークからやってみましょうか。ちょっと一旦まずここは唯一差し替えになりますが、羽を一回外して逆向きにつけます。ああ、なるほどなるほど。次にここの頭のてっぺん部分、ここを伸ばします。はいはいはい、あ、本当は伸びた。はい、これでちょっとクリアランスが浮くんで、あ、ぐるっと回転させまして、カバーが出てきた。これで顔が隠れます。へえ、細かい。これでトライダーホークの、はい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 、完成と。ここにジョイント穴もありますんで、直眼ベースとかで飾ることもできますね。ああ、なるほどなるほど。さらにちゃんとランディングギアまで、あ、本当だ、出てくるんです。そこら辺が収納できちゃうんですね。そうです。では次ですね、トライダーマリンに次変形させてみましょうか。はい、ここのまずスノーパーツ、ここくるっと回転させて、回転させておきます。でランディングギアじゃあ一回しまいまして
で、羽パーツ、ここも差し替えになりますね。ちなみにトライダー G7 の変形って差し替えってほとんどないんですよね。確かここのこの羽パーツ、この差し替えと、トライダー G7 の、胸のプレート部分を外すぐらいですね。あとハンドパーツも外しますけども、もう本当にその3点ぐらいでしょうか。やべえ。はい。で、外した羽パーツのこの裏側に足のパーツがこれまた隠れてまして、はいはいはい、あ、そんな風に、ああ、なるほどなるほど、こう出しておくんですね。で、本体の裏面にも、で、この機種をグッと押し込んでおきまして、この足を出しておいた羽パーツを、こっちにもピンがついてるんで90度立たせたような感じでこうはめ込みます。これでトライダーマリン完成ですね。なんかホークと全然印象が違いますね。そうですね、こっちはまあ潜水艦のような機能があるマシンなんですけども、ちゃんとこうやって、はいはい、立たせられる。そうですね、さっきのランディングゲートまた別の足を使って立っているっていうのがミソですね。すごいな、細かい。非常に細かい。では次、トライダーモビルに変形させてみましょうか。角を戻します。マリンの足を畳む、ランディングギアを、同じくランディングギア、はい、出しまして、これで、完成ですね。やっぱりこのランディングギアで出せることが可能です。まあ、これは地中を行く形態っていう形になってますね。実は本編出てきてないらしいですけども、これで頭部の三段変形は完了です。すごい、こんなちっちゃいのに3つに変形しちゃうっていう、はい、しかもマリンとホークでランディングギアが別々になってるっていうのもまたすごいこだわりを感じますね。いかれてるなはい、じゃあそしたらですね、トライダー G7 本体の変形の方をお願いしたいと思うんですが、はい、まずは何から。はい、まず車準備としまして、使わないこのハンドパーツとこの胸部のプレートパーツも外しておきます。頭部は外さなくて大丈夫ですか。はい、大丈夫です。で、このまま、変形にいきます。ではトライダーコスミックへまず変形してみましょうか。まず両腕を上にバンザイさせて、まっすぐ伸ばして、で内側にこう押し込むような形にするとロックされて、ぶらつかなくなります。なるほど、肩の関節とかがそこで固定されるわけですね。そうですね、ここに押し込むような形にができるようになってまして、これでロックされるようになってます。で、今度は割れた、胸を左右にこう展開させまして、さらに前に開いておきます。で、ここもさらに今度はあのロック機能がついてると、はい、内側に押し込むとぐらつかなくなります。後ろから見るとね、分かりやすいかもしれない。で、このウィングを開きまして、で今度は下半身の変形ですね。この足裏にあるこのバーニアなんですけども、これがすごいことに回転して落ちちゃった、はい、あれ、まあ、つま先がこう機種になりますんで、この裏にバニアがあるっていうのもちょっとおかしいので、あ、このようにちゃんと隠れちゃった、はい、しまうことができます。差し替えじゃないですね、はい。で、つま先を伸ばしまして、あ、出てきた機種の羽を展開させます。で、今度はこの腰のパンツの部分といいますか、下半身部分、ここが、あ、上にスライドした、ぐっと持ち上がります。で、ちょっと見づらいかもしれないんですけども、ここに、縦長の穴が開いておりまして、で、ここに太ももの方ですね、ここにはピンがついています。これを差し込んでロックできると、はい、こう噛み合うことでロックされます。で、このすねの部分も左右、つま先も、左右合わせることができますんで、これでやっぱり動きがなくなりました。で、最後にすねの部分をグッと、あ、なるほど、膝関節が隠れる感じですね、はい、で膝を押し込んで、最後これでトライダーコスミックの完成です。ほとんど差し替えがなしで上半身の変形ここまで再現できるのすごいですね。そうですね、もうアニメの変形と本当にほとんど同じパターンで変形させられますんで、もうアニメを見ていた方にはもうナチュラルに変形できるんじゃないでしょうか。あちこちがしっかりロックされてありますんで、はかどると。では次はトライダーイーグルに変形させてみましょう。頭パーツ、これをまず一旦外します。コードのこの下半身、今度は一旦まず下がった状態でぐるっと、お、
180度くるっと回す、足をぐるっとで、さらに持ち上げて、で、今度はなるほど、ピンがそこに刺さるわけですね。はい、ここのここのピン、あとここにもまあ隙間がちょっとあるんですけど、ここがちょうど太もものここの穴とピンに噛み合うようになってます。はい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 、あ、計算されている。はい、もうここ本当にすごいなって触ってて思いましたね。もともと上半身があったところですね。はい、そこにね、太ももが全部入っちゃうって、すげえ。あそこでしっかりとロックをして、はい、ここで穴とピンがしっかりはまり合ってパチンと固定されます。でこちらもやはりつま先とすねを左右しっかり固定します。これでまず本体側が完了で、トライダーホーク、この、機種部分だけちょっとグッと押し込んで収納しまして、ここですね、ここがパカッと開くと、ジョイントが出てきます。本当だ。でこことホークの後ろのここに穴が開いてるんで、これでイーグルの完成。すげえ、コズミックと全然違う感じの形状になっちゃった。はい、そうそうですよね。そう、シルエットが全然変わるっていうのがまたすごいでやっぱりしっかりロックしてあるんで、もう全然ぐらつかない、へたれたりすることもないと。でさらに、トライダーイーグルもコスミックも、ランディングギアまでちゃんと再現されていまして、ここにあるんですよね、足首の手前ぐらいな感じの、はい、ここのこの部分からランディングギアが出てきますん で機種側は、この部分、すげえ、これでちゃんと着陸状態も再現できると。はいはいはい、ここですね。はあ、そんなちっちゃな隙間にライディングギアを仕込んじゃうわけですね、はい、ちなみにさっきの、コスミックの時はここに、あ、本当だ、はい、あ、ここに出てきますんで、ちゃんと前後両方にそれぞれランディングギアが仕込まれている。ライダー G7 ってランディングギア何個仕込んでるんですか、これ頭部も含めて何個だ、1、2、なかなかないよ、だってこんなにランディングギアの入ってるその変形といって全部で合わせたら10個近くあるんじゃないかな。かとんでもないです。はい、こちらがですね、プレミアムバンダイ限定のトライダーシャトル&トライダーニューシャトルセットですね、はい。トライダーの最後の7つ目の変形、トライダービークルは、こちらのプレバン限定商品についてくるこちらのパーツを使って、はい、合体が再現できますので、こちらを使用した変形工程なんかも簡単にお見せしていきたいと思います。はい、では、トライダービークル変形させていただきます。ハンドパーツ、これ交換するのでちょっと一旦外しておきましょう。で上半身は腕をまっすぐ前に向けるぐらい で次下半身、バーニアはやっぱりしまっちゃいます。で、この腰のブロック、でこうさっきの、イーグルの変形でも使ったんですけども、ここ一旦、下に下げまして、うんうん、グッと回転させて前に出します。ああ、なるほどなるほど、はい、でこのクローラーパーツのこの突起、こう T 字みたいになってるんですけども、このピンと太ももの内側のここのピン、あ、へこみのところ、はい、これを噛み合わせるような感じで合体させます。このようにでつま先を伸ばしまして、さっきと同じですね、固定しまして、羽を出しまして、最後グッと短くします。でこれも、シャトルセットに入っているんですけども、この指を伸ばした状態のハンドパーツ、これを取り付けてトライダービークルの完成。おー、これはあれですね、結構シンプルですね。そうですね、とはいえこの90度しっかりグイッと曲がるギミックはやっぱりさすがだなという感じです。確かに確かに、はい、でやっぱりロック機構をしっかりしてますんで、全然ぐらつかないような形になってますね。はい、じゃあこれでトライダー G7 の7台変形、こちらの方を全部ご紹介していただきました。はい、そしたらあとは軽くトライダーシャトルとトライダーニューシャトル、こちらの方をですね、はい、見ていきたいと思います。はい、はい、じゃあそしたらですね、簡単にトライダーシャトルとトライダーニューシャトル、はい、この2つを見ていこうと思います。はい、じゃあまずシャトルの方から、真四角なんですけど、側面のあのこの黄色い丸とか結構複雑な模様もちゃんと色分けで、なんかもうちょっと執念深いというか、すごいしっかり再現してありますからね。
ここが開いたり、はい、上の水色もちゃんと塗ってあります。あ、本当だ、これ別パーツですね。はい、であとここら辺にギミックとしてミサイル的な、はい、ちゃんと展開します。であとこの後ろのところですね、こちらのところですね、ハッチを開くとこう空洞になってるんですね。はい、でラダーを引き出してここにスッと、はい、おお、このクローラーパーツが中に入る、収納されちゃう、このようにしっかりと、おー、ぴったり合うんですね、はい、これで、もちろんこのままこの状態でぴったり収納できます。おお、きっちり閉まる、はい、ここにも、なんだそれ、上に穴がついてますけど、これは何ですか。ここに変形頭部と、ブランク状態の胸のプレートパーツを収納しておくことができます。あー、なるほど、余剰パーツがなくならないようにちゃんとここに収納しておくことができるんですね。あとこのここに穴が開いてるんですけど、はい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 、ここには食玩ベースのスタンドを刺すことができるんで、あ、ここからさらにあの、まあこの上に置くような形にはなりますけど、トライダーイーグルの飛行しているようなシーンをちょっと再現してするっていうことの遊び方もできますね。はいはいはい、はいはい、こちらがトライダーニューシャトルですね。はい、でかいね、やっぱりこのウイングのサイズがなかなか巨大で、この手からだいたい大きさのサイズ感とか分かってもらえますかね。ちょっとこれよく見るとウイングと本体の赤色がちょっと変わってるんですけど、あ、本当だ、これちょっと調整途中だそうでして、本来は本体のちょっと明るい方の赤色に合わせていくそうです。なので色味に関してはまあ製品版ちょっと変わってますかね。はい、ここはグリップが隠れていまして、こんな感じで、まあ、トライダーの腕につけていただくと、そうですね、一回本編で宇宙行って、これで帰ってくるっていうシーンがありまして、まあ、それもしっかり再現できると。この辺もギミックをしっかり拾ってくるあたり、やっぱさすがっていう感じですね。で他にはこの側面に、さっきのシャトルと同じようにミサイルが、さらにここが開きましてキャノン砲が出てくると、まあ、こういう武器のギミックもちゃんと漏らさず再現してくれていますね。この裏面にこの3箇所ランディングギア、回転させてランディングギアを出す感じ、はい、これで出てきます。これトライダーだけでランディングギアどんぐらいあるんですかね最初の方にも言いましたけどもう全部合わせると15個とかいく、いやもっと20個近くいくのかな。はい、こちらですね、トライダーシャトル、トライダーニューシャトルセットに付属する、はい、トライダービームキャノン、はい、光線銃ですね。こちらトライダーの銃を装備していただくとこんな感じになります。はい、ちゃんと色分けもされていて、やっぱり組むだけで設定のカラーをちゃんと再現されるようになってますね。あのハンドパーツがよく見るとちゃんと人差し指がトリガーにかかるような、あ、本当だ、塩梅に造形されているので違和感なく持てますね。ハンドパーツはこれもともと本体についてるやつですね。そうですね、なんかどの武器持っても全体的に馴染むように計算されて指の表情がつけられているということですね。はい、ありがとうございます。でさらにこのシャトルのオリジナルのギミックとして、この裏面にこの、あ、なんかボコってして、ね、同じ穴がこう開いてるんですけども、ここにですね、このクローラーこうはめ込んで前に添えた写真こう合体することができるんですね。へえ、面白い。でこいつはこの携帯用にこう開いて羽をしまって、これも折りたたむことができるんですね。でこれで戦車みたいなスタイルにすることができます。羽の折りたたみ気持ちいいですね。そうですね、これわざわざこれのために入れたっていうのもまたすごいです。シャトルにつけるとこんな感じ、でかいな、かなりボリュームありますね。この上にトライダーを立たせると往年のクローバーさんの超合金みたいな、 ああいうイメージの遊び方もできると。なるほどね、いうことらしいですね。令和ですよ今いやいやいや、昔の温故知新ってやつですよ。はい、じゃあそしたらですね、トライダー本体と一緒に遊べるその合体機構っていうのも軽く説明させていただければと思います。はい、じゃあそしたらですね、コスミックとトライダーシャトルを今合体させていただこうと思います。はい、シャトルこのハッチを開きまして、ここから、あ、なんかニュート出てきた、ガイド用の受けが出てきます。でここに頭部を収納です、ね。はい、でトライダーのここ断面部分、ここに穴開いてまして、シャトルにこのピンがついてますんで、あそこを合わせていただくと、はい、ここで
連結はできます。でこれでさらに強度確保のためにこの裏面にですねこうサポーターパーツが付属しておりまして、非常に分かりにくいかもしれませんが、このシャトルのこのレール部分の奥にトライダー本体に開いている穴がこう重なってるんですね。はい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 、はい、ここにこのサポーターパーツをはめ込むと、もうこれでもう並大抵のことではもう外れませんので、がっちりとロックされてしっかり合体ができます。おーでっかいなやっぱり、はい、これ30センチくらいありますね。あの PG のガンプラと同じくらいの高さがあるということになります。すごいな、はい、もうこれでこんだけ大きくてビッグサイズですけどもしっかりとロックしてくれてるんで、もう全然危うい感じは全くしません。はい、じゃあそしたらですねコスミックとトライダーニューシャトル、はい、こちらを合体していただこうと思います。はい、ニューシャトルは結構変形がありまして、まずこの裏のこの蓋を開けます。この部分を開きまして、そうするとこの部分、この部分ですね、これが回転するようになるんで、はい、こんな風に一回回します。でさらに今度は機首部分を丸ごと外して、あこのように持っていきます。尾翼をちょっと一回しまいまして、ここも元に戻しまして、そうするとこのように、本当だ。でさっきの開けた部分でさらに逃げができてくれてるんで、このようにひっくり返るわけですね。はい、このようになります。おー、これで合体形態になりますね。でこちらコスミックの方とフォートレス、これを合体させます。ここ、ま、この部分ちょっとこれを一回開けておきます。頭がそこにすっぽり入ると、一度合体はこれでできました。でさっきのフォートレスと同じようにロック機構が、さっき開けておきましたこの爪の部分、これをここにパチンと締めると、やっぱりトライダー本体とここがつながりまして抜けなくなるということですね。ああ、なるほど、そこでロックされるわけですね、はい、これでニューシャトル版のトライダーフォートレスが完成です。こっちもこっちでボリュームがすごいな。はい、やっぱこのでっかいウイングはもう間違いないですよね。なんか戦艦って感じがします。そうですね、もう名前もフォートレスだし、それに合っているんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、こちらトライダービークルの時に使用した指先がまっすぐになってる手のパーツを使用して、さらに最初の方でご説明したバードアタック使用時の胸パーツですね。はい、ブランク状態の胸パーツと、あと一応叫び顔のフェイスもつけたんですけども、これでもうバードアタックのポーズをかなり忠実に再現できます。これねかっこいいなですね。やっぱスーパーロボットは必殺技が花ですからね、ここまでしっかり再現性高く再現できるのはかなりポイント高いんじゃないでしょうか。今回だからこのトライダー G7 を触ってみて、変形機構もものすごいんですけど、はい、まあ、触ってみて結構がっしりとしてるんで、はい、もう好きなだけ遊べるっていう感じで、とてもなんかボリューミーというか、なんかすごいお得な商品なんじゃないかなって思いましたね。そうですね、可動も変形もすごいんですけど、ちゃんとしっかり合体変形できるようにすごい配慮されていて、本当に遊びやすく遊び応えのある商品になっているんじゃないかと思います。ただいま絶賛発売中の月刊ホビージャパン4月号では、はい、今回ご紹介したスーパーミニプラ、無敵ロボトライダー G7 をはじめとした様々なキットを掲載させていただいております。月刊ホビージャパン4月号をぜひともよろしくお願いいたします。今回紹介できなかったギミックももうちょっと載っけていますので、ぜひご確認ください。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。バイバーイ。